こんにちは、岡崎です。OK先生です。今回は国語教科書、わからないぐらいがちょうどいいの解説をやっていきたいと思います。このわからないぐらいがちょうどいいっていうのは、自分が相手のことをわからないぐらいがちょうどいい、あるいは相手も自分のことをわからないぐらいがちょうどいい、こういうことなんだけど、そう聞くとね、みんな、いやいや、そんなことはないよ。やっぱりお互いに分かり合えた方がいいじゃないか。その方が友達になりやすいし、みんなで仲良くできるじゃないか。こういうふうに思うかもしれないけど、作者の最果て大使さんはそうは考えていない。それはなぜなのか、一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは、中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。今はインスタとか LINE などの SNS が普及しているから、みんなでいろんな情報をシェアすることができる。誰々が好きな食べ物とか好きな音楽っていうのは、みんなでシェアすることができて、そうやって SNS の上でつながることで、友達今はこういうふうに呼ぶけれど、作者はね、いやいや、そんな情報をシェアし合っただけで、本当に相手のことがわかるわけではない。スマホで相手の好きなものを見ただけで、その人のことを知ったつもりになるわけにはいかない。私はまだまだ君のことを知らないし、君もまだまだ私のことを知らない。こういうふうに考えているの、そもそもシェアする、共有するっていうのはどういうことなんだろうか。これはね、みんなが知っているものは私も知っているし、みんなが好きなものは私も好き。私にはみんなの知っているような友達がいて、みんなの知っているような服を着ている。そうやって自分という人間は他の人からも理解しやすい、わかりやすい人間なんだよ。こうやって自分をデフォルメしていくことなの。デフォルメ、つまり自分が相手に乗ってわかりやすい存在になるように変形させて、わかりやすい人間であるっていう部分を強調して表現すること。そうやって自分のことをみんなに伝えるんだけど、実際にその時にやっていることは、どんどんと本当の自分を打ち消すっていうこと。本当の自分っていうのは他の人と違う部分もあるし、他の人から理解されない部分だってあるんだけど、それをそのまま表現してしまうと、あの子意味わかんない、こういう風になっちゃって、他の人から受け入れてもらえなくなってしまう。他の人だってね、わかりやすいものが好きで、わからないものに対してはそう簡単に受け入れてはくれない。時には怖がられてしまうことだってある。だからね、自分は他の人と違うとこなんてないんですよ。そういうふうに他人と同じふりをすることによって、そのグループメンバーの中で受け入れてもらえている。でもね、それってよく考えてみると、そこにいる自分っていうのは本当の自分ではなくて、相手にとっての分かりにくさというのをどんどん打ち消した後に残った別物だよね。で、その別物となった自分がみんなの中で受け入れてもらえたとしても、そこにいるのは他人と同じふりをした自分。だから他人と同じようなふりをできるような人であれば、誰でもそこのメンバーの中に加わることができる。つまりそこにいるのは自分でなくてもいいっていうこと。これってちょっと悲しいよね。みんなに受け入れられているのは自分じゃなくて、他人のふりをしている自分とは別物の自分なんだから。で、ここでちょっとみんながいつも使っている言葉について考えてもらいたいんだけど、言葉というのはみんなの中に溶け込むのに必要なもの。すべてを簡略化して、みんなに簡単にある物事を伝えることができるようになるんだけど、その言葉にされたものっていうのは、自分が持っていた気持ちっていうのが全く違うものとなって、相手に伝わっていくときがある。例えばね、みんなあるクラスメートと仲良くなったとするよね。そのことを一緒に昼食を食べるようになって、気軽に音楽の話なんかできるようになったとしよう。で、みんなはそういった関係性を持った相手のことを何と呼ぶようになるかな。もしかして親友と呼ぶようになるかもしれないよね。でもさ、この親友という言葉でまとめること、それって本当に二人の関係性を正しく表現しているのかな？親友といったっていろんな親友がいるよね。本当はその子との関係性っていうのは一緒に昼食を食べて音楽の話をする。そういった関係性を持っている。こういうふうにそのまま表現してしまった方が良かったかもしれない。それをね、親友みたいな言葉で一言でまとめることによって、そこできっと何か失われてしまったものがあるんだね。これはね、みんなの気持ちだって同じだよ。テストで0点を取ってしまった時の気持ちと、大切に育てていたペットが死んだことを、どちらも悲しいと表現することによって、そこできっと何かが失われているよね。私たちが人生で出会う出来事、その時に感じる思いっていうのは、たった一つしかない不思議な形をしていたのに、それを既存の概念に押し込んで、
一つの言葉として言い表すことで、その時に自分が感じていたいろんな気持ちというものを削り落としてしまう。でもね、確かにそうでもしないと、その時に自分が思っていたことをできるだけ正確に表現しようと思って、長々とずっと話していたとしても、それはもしかして相手に伝えることができるものでないのかもしれない。それでもね、相手に分かってもらおうと思って、ずっと自分の気持ちを言い表そうとしていたら、意味不明な子、ちょっと変わった子、こういうふうに切り捨てられちゃうかもしれないよね。だからみんなは言葉にするときにできるだけ余計なものを削り落として、分かりやすくしてよく使われている言葉によって、悲しいとか嬉しいとか楽しいとか、そういった言葉によって相手に自分の気持ちを伝えようとする。そうすると相手にもその気持ちを受け入れてもらえるからね。でもね、その時にみんなが余計なものとして捨ててしまった。他の人に表現することができない自分の気持ちっていうのは、本当に余計なものだったのかな？それを余計なものとして扱うことで、自分自身の存在を否定することになっていないだろうか？そういった他人に表現できない気持ちを持っているからこそ、あなたなのに、そういった自分の思いを削り落とすことによって、自分は自分でなくなってしまう。そうやっていつもいつも自分の本当の気持ちっていうのを捨ててしまっているから、もう前に捨ててしまったものに対しては永遠に思い出すことすらできない。こんな風になっていないかな？そう、言葉っていうのは確かにね、ものすごく便利で大切なもの。自分の気持ちとかある事実を伝えるために、私たち人類の中で生まれた道具。この言葉という道具によって人間は、本当はちょっとずつ違いがあるものを簡略化して簡単にして、それを相手に分かりやすい形で伝えることができる。そうやってお互いに理解し合うことができる形に変えることができるの。で、これっていうのは人間が一緒にみんなと生活していくために、ものすごく大切なことだよね。でもこの言葉という道具は大切な道具と呼ぶことができる一方で、危なっかしい道具、こういうふうに呼ぶことだってできるの。なぜかというと、さっきも言った通り、この言葉というものは気持ちとか事実を簡略化する中でいろんなことを切り捨てていくから、その人だけが持っていた些細なこと、曖昧なことっていうのが死者誤入するみたいに消えていってしまう。そう、言葉っていうのはその人だけが持っていたはずの気持ちを誰にでもわかる気持ちにするために押しつぶして少しずつ消していく、こういった部分も持っている。じゃあ言葉というものは私たち人間にとって良くないものなのか。実は作者の最果て多比さんはそうは考えていない。なぜなら作者は言葉を書く仕事をしているから。作者の最果て多比さんは詩人で小説家。言葉というのは使い方によっては私たちの感情を押しつぶすだけではなくて、そのまま表現することだってできる。こういうふうに考えているんだね。例えば詩について考えてみようか。この詩というものは言葉によって作られているけど、それは新聞の中で書かれる言葉、情報のように何かある情報を伝えるために目的を持って書かれた言葉ではないの。そう、詩には相手にこの情報をきっちりと相手に伝えなければならない。そういった目的がないから何かを切り捨てる必要がない。たくさんのものを切り捨てて相手に分かりやすい形である物事を表現する必要がないんだね。みんなね、詩を読んでいてこの詩ってどういう意味なんだろう。ちょっと意味が分からないな。こういうふうに感じたことがあると思う。なんでそんなふうに感じるんだろうか。それは詩の言葉っていうのが理解されることを必要としていないから。たとえそれが相手に意味不明に見えたとしても、その詩に表現されていることは、その詩を書いている人の思いがそのまま表現されている。だからそこで使われている言葉っていうのは、誰にでも分かりやすい言葉が書かれているとは限らない。その人にしか出てこない言葉っていうのが、そのまま詩の中に現れているんだね。それはその人が他の人と全く違う人生を過ごしてきたことの証。そういう言葉はね、詩を書かない人にだってきっと眠っているの。みんなはね、普段みんなに分かってもらわなければならない。何かを共有して共感し合わなければならない。こういうふうに考えているから、自分の気持ちをそのまま表現するってことができていないだけ。でもね、そういうとこから離れて、自分の思っていること、感じていることをそのまま表現してみれば、そこにはね、きっとあなた自身の姿があるはず。で、それをもし他の人に見せたとしても、きっと全部は分かってもらえないだろうけど、それはね、お互い様なんですよって。相手が心の中に思ったことをそのまま表現してきたって、きっと自分にはそれを全て理解することはできない。そう、人間っていうのは誰しもその人だけの人生を生きているんだから、そこで感じることや持った考え方っていうのは、きっと違うはず。そこに 100% の理解なんていらない。そんなものは必要ないし、したくもない。
その時に自分たちっていろいろ違うんだなとか、相手の言ってることを何言ってるかわからないよとか、自分の言ってることが相手に分かってもらえなかった、そんな経験をしたっていいじゃないか。きっと人と人っていうのはちょっとわからないぐらいがちょうどいい、こういうふうに作者は考えているんだね。どうですか、今回の授業分かりましたか？普段私たちが陥ってしまいがちなこと、他の人に自分のことをよく分かってもらわなければならない、そういった気持ちを一回置いておいて、自分が感じていることを素直に表現してみること、その大切さが分かる文章でした。ぜひ今回学んだことをみんなの生活の中で活かしていってください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。